中野の私中野の私西中野の私中野の私は愛知県一宮市西中野と岐阜県橋間市を結ぶ木曽川の渡し船である。正式には愛知県営西中野渡船場という一宮市の基地区には実ノの宿場長期宿があったこともあり、江戸時代からいくつもの都線上が存在し、戦後も愛知と岐阜を結ぶ交通の用として機能していた。 農美大橋や馬海大橋が架けられたことで事実上、その役割を終えたが、その後は観光客向けに運行されている。この私は、県道大橋間稲沢線の一部をなすことから、運営費は愛知県と岐阜県が負担しており、運賃は無料である。近辺に新農美大橋が計画されている。2002年より用地買収が進められ、2012年10月17日に、 工事が開始された。着工から10年後の2022年6月30日に完成を予定しており、開通後はこの渡し船を廃止することが検討されている。タ田大橋カツ都線、日原都線、東海大橋から馬街、東志港中野の渡し木曽川橋、木曽川橋、農業大橋。ありがとうございます。